さて今日のメッセージテーマは、朝食食べてますかということでお寄せいただいてますが、毎月19日は食育の日なんです。皆さんご存知でしたか？江戸さんは知ってましたよね。はい、もちろん知ってます。食育って食の大切さを理解し、感謝の気持ちを深め、健康な食生活を実践できる人を育てることですよね。そうです、まさにそうです。そして、宇都宮市では食育について楽しく学ぶイベント、食育フェアや、地域や学校、企業、行政など関係団体が連携協力して様々な取り組みを行っているんです。そこでこの時間は宇都宮市が進める食育の取り組みをいろいろとご紹介していきたいと思います。まずは先日宇都宮大学で行われた朝食を食べようキャンペーンの模様から見ていきましょう。1月22日から1週間宇都宮大学で行われた朝食を食べようキャンペーン。日替わり定食が350円で提供されたこのキャンペーン、多くの学生が利用したようでした。大学や学生の身近にある課題を見つけ、それに対する改善策や提案を企画するという活動を行いました。そこで私たちは大学生の朝食摂取率の低さに注目し、宇都宮大学の学生に朝食をしっかりとってもらい、また規則正しい生活を送ってもらうべく、このようなキャンペーンを企画しました。バランスの取れたメニューや提供価格を考えるために、何度も大学生協との会議を重ねました。またより多くの人に早起きをして朝食を食べに来てもらいたいという思いがあって、魅力的なキャンペーンであると思ってもらえるような広報活動をすることには苦労しました。朝食サービスを利用することで早起きの習慣を身につけたり、栄養バランスの取れた食事を心がけるきっかけとなった点は良い点であると感じました。しかし値段が少し高かった点や営業時間が1時間と短かったことが今回の課題点であると感じました。今後はこれらの課題を解決しながらも、短期間のイベントのような形で続けていけたらいいなと思います。今回の朝食を食べようキャンペーンを実施する上で、大学内での調整や助言を行った教育学部准教授の大森玲子さんに話を聞きました。若い世代が自ら自発的に活動を起こしたという点 で自分たち その生活習慣の課題を解決していこうという取り組みを行った点で素晴らしかったと。でこの取り組みが宇都宮市に広がることによって、やはり若い世代の朝食摂取率の向上にもつながるのではないかと期待できます。大森先生は宇都宮市食育推進会議の会長も務めているということで、食育にかかる現在の問題点を聞いてみました。先日実施された、食育に関する意識調査の結果を見ますと、2つ大きな問題点が捉えられました。一つは40代から60代の肥満者の男性の割合が増加していたと。でもう一点なんですけれども、メタボリックシンドロームに取り組む人の割合も低下しているというような大きな課題が2つ見出されました。2年前から宇都宮市と共同で地産地消ヘルシーメニューというものをいろいろと考案しておりまして、生活習慣病を予防するために地場産物を取り入れて活用させて、メニューを6点ほど考案してまいりました。でその考案する中では、やはり減塩につながる、あるいは栄養バランスが取れるということを非常に念頭に置いて考案してきたところです。昨年11月に第9回宇都宮食育フェアが開催されましたが、その際には下疲れ風炊き込み飯というものを学生さんたちに調理披露していただいて、来場者の方々に試食提供したところです。その他、市内のスーパーマーケットで食生活改善推進員がヘルシーメニューの試食の提供をしたり、小中学校の給食でも餃子飯を提供するなど、さまざまな機会で広めています。さらに宇都宮市では中学生によるあなたのためのお弁当コンクールも開催しています。これは授業で習った知識や技能をもとに、
食べる人のことを考えて作ることを通じて食の重要性に気づいてもらうことを目的に行われています。大賞に選ばれた作品は宇都宮市役所の16階にあるレストランや宇都宮人づくりフォーラムのイベント会場で一般向けに販売しました。また今年度の大賞作品は第15回全国中学生創造ものづくり教育フェアあなたのためのお弁当コンクールで全日本中学校技術家庭科研究会の会長賞を受賞するほどの力作でした。なかなか家庭だけで食育を進めていくのは難しいという現状がございます。で、家庭を中心としながらも学校や地域そして企業や行政などがスクラムを組んで協力し合ってより一層食育が推進していければいいなというふうに思います。宇都宮市では地域、学校、企業、行政などの関係団体が連携協力した食育のイベント食育フェアを実施しています。昨年は地産地消、食への感謝、健康寿命の延伸などに関わる祭事が行われ多くの来場者が食育の体験を通して楽しく学び食の大切さを見直すきっかけとなりました。宇都宮市では食育のさまざまな活動が行われていたんですね。そうなんですよね。ちょうど今地場農産物を使った料理が食べられるそうなんです。今月9日から宇都宮の春野菜フェアが宇都宮地産地消推進店のうち19の店舗で行われています。今回はトマトやアスパラなど旬の宇都宮産春野菜を使って各店舗がオリジナルメニューを開発して提供しているということです。今月31日まで開催されていますので皆さんもぜひお出かけください。今日紹介したヘルシーメニューのレシピや春野菜フェア、そして地産地消推進店については宇都宮市のホームページをご覧ください。皆さんも朝食を毎日とる、家族で食卓を囲む、そして地場農産物を買う、食事のマナーに気をつけるなどできることから食育始めてみませんか。ここまで宇都宮市が進める食育の取り組みご紹介しました。